Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. 毎週月曜日のこの時間は松尾清のブラッシュアップをお送りしております。さあ、松尾さん、今日は、はい、ハリー・ベラフォンテさんの訃報ですね。そうですね、もう、あ、聞こえてきました。声うん、やっぱりこのバナナボートで馴染みのあるって方多いですよね、うんはい。そうですね、これずっと聞いていたいぐらい、やっぱり、うん、今聞いても本当にあのキャッチでもあるし、うんえー、なんかこう、 旅に出たいなっていう気持ちにいざなってくれるような、うんえー。そうですね。やっぱりリズムが面白いのかな。うん、なんですけど、うんえー、ハリー・ベラフォンテさんという,う、まあ、シンガーであり、俳優であり、そして本国アメリカでは、うんえー、社会活動家としてもよく知られている、もう本当に、えー、生きる伝説のような方。 が、うんえー、4月25日にニューヨークでお亡くなりになりました。もうこれはもう本当大おじと言っていいと思います。96歳ですね。ですよね。うん、ほぼ一世紀生きてるわけですもんね。んね本当そうですね。うんえー、あのー、まあ日本ではねあのー、さっきあのー、お話しされたようにこのバナナボート、うん、これがやっぱりなんと言っても有名であのーうん、野茂英一さんがあ メジャーでそうですそうですす、ね、そそううなんですよね <laughs> まあそう聞こえるっていう、うん、空耳から始まったこの「バナナボード」がテーマソングのように使われて、ええ、あのカバーバージョンなんかも当時いくつか出て「桃英雄」の,モモのテーマみたいな。うんえー リバイバルがね、起こったことがありましたけども、えー、もともとこれ1956年のヒットでありまして、うんえー、ヒットした時のハリー・ベラン・フォンテさんは、まあ、20代の終わりぐらいですかね。うんえー、あのー、ハリー・ベラン・フォンテさんは、あの、さっきも話しましたように、音楽だけじゃなくて、えー、俳優としても知られたまた、あ。端正な顔してましたね。あのー、 万人がハンサムっておそらく世界中の誰が見てもハンサムって言ってしまうようなうあの、まあ、今このルッキズムの時代で顔の話ばかりするのもあれですけどただこの、あのー、顔立ちというのがあやっぱ彼を50年代にしては大変珍しく人種を超えたうーん まあ、スターに押し上げたわけであのーまあ、彼自身人種的には黒人と言える人なんですが、うんあのー、お父さんはあのー、いわゆる、あのー、アフリカあまあルーツをたどっていけばアフリカでしょうけども、あのー、フランス領だったマルティニークというあのカリブの、うん 今のご出身でお母さんもジャマイカ系とつまりカリビアンのカリビアンアメリカンなんですね。えー、で、えー、ちょっとやっぱりのアメリカの人たちから見ても異国情緒のある黒人芸能人という,う、えー、感じだったというふうによく聞いております。で、あのー、いわゆるアアフリカアメリカカメの ブルースとか、えー、ゴスペルとかアランドビーとかっていうのとはちょっと違うその、あのーまあ、カリビアン発祥の,そのカリプソですとかね、うんえー、そういうおリズムの面白さで知られる歌を、まあ、歌いこなして、うん、で快適にヒットしたと。でこのバナナボート」っていう曲ももともとはジャマイカの、あのー、肉体労働に従事している人たちが、まあ 要はあの船にバナナを煮、うん、積みっていうんですかね積み込む時の、うんえー、その時に口ずさんでた歌を、まあ、よりポップに仕立、えー、て上げたというのがこの曲でありまして、うん、あのこれ日本でもねカバーバージョンが出てるんですよね、うん、あの有名なのは浜村美智子さんっていう人ですけど。うん まあ要は世界的大ヒットになったってことですよ。そうですね。ええー。で、このハリー・ベラ・フォンテさんの何が素晴らしいかというと、えー、そういうことで得たあ名声というのを、うん、まあ、名声の使い方というんでしょうか、うん、そういうのに対して大変自覚的でありまして、えー、何しろ、あのー、ーミングハム運動って、 っていうそのまあ差別に対する反対運動で投獄されていたキングボクシー、うんうん、キングボクシーの釈放金を支払ったあお一人がこのハリビヨンテっていうふうに言われてまして、うん、ですから我々今の教科書で出てくるようなキングボクシーのような。えー 人に、うんえー、資金的に手を差し伸べたりした人がつい先週まで生きてたってことですよ。うん、これどういうことを言えるかというと <laughs> あのアメリカにおける人種差別っていうのはあのそんな昔のことではないし、うんまあ、もっと言うと今も根強く残っているということでもあります。で彼はもちろんアメリカ国内における その差別の目を摘み取るということだけではなく、やっぱり世界中にそれを広げなければという気持ちがあって、ずっと継続的にこの社会活動、社会運動っていうのに関わっていまして、で、えー、80年代には、ウィアダワールドを提唱するんですね。はい、えーうん マイケル・ジャクソンの歌声聞こえてきましたけども、まあ、マイケル・ジャクソンはねもしかしたら今、あのー、最も認知されている社会活動家と言えるアーティストの一人かもしれませんけども、まあ、そういった、えー、なんて言うんでしょうね成功した人が、うん、そのどんどんその自分の成功とか幸福をパトン渡していくいペイットフォワードの精神っていう のがあのまあ、アメリカのショービジネスにありますけれども、まあ、その源流のところにこのハリーベラ・フォンテがいるというふうに考えてもいいかと思いますね。で、うん、やっぱり1950年代、さっき話したことを繰り返すようですけれども、人種差別がすごく強かった時代に、黒人であるハリーベラ・フォンテがこの、まあ、人種を超えたトップスターになったっていうのは、本当にこう歴史的なことなんですよね、うんで。そう その一方で、さっきもお話したように、こう社会活動家でもあったということ、まあ、これ、ウィア・ズワールドにつながっていく、ウィア・ズワールドを彼が提唱した時点で、大変なもう、彼が言うんだったらってことで、いろんな人が動いたという、まだ、あ、積み重ねを我々われはあのー、今こそ、もう一度ちょっと認識するべきだと思うんですが、本人に言わせると、もうそもそも自分は、 アーティストになった活動家であって、うんえー、活動、活動もするようになったアーティストではないと。うん、つまり人生の中で最初に来るのは、自分にとってはその社会と関わることなんだと。うん、そういう、まあ、あの、ことであって、まあ、例えば自分にとって、その、さっき話したようにこう、この音楽だけじゃなくては、 演技とかお芝居もやってたって話もしましたけど、これ演技、演劇っていうのは彼にとっては、あのー、人々のかん、自分の考えをまとめたり、えー、いろんな人たちに影響を与えるためのプラットフォームだと思っていたという。うん、つまり、えー、いろんな表現活動っていうのは、社会をより良くするもののためのっていう信念がずっとあった方なんですね。いわゆる公民権運動という、公民権、 に対しての意識っていうのは、彼をもう生涯ずっとえ活動家、そして投資でいさせ続けたということであって、近年のブラック・ライブズ・マターのおー精神の源流にも、やはりこのハリベラ・本体がいたということを、皆さん、もう一度認識していただければなというふうに思いますね、はい、さて、松尾さん、8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話を。はい はい本日78歳の誕生日お迎えになりますあの作詞家のさ秋よ子さん、はい、秋よ子さんの功績をたたえたいと思います <laughs> はいお楽しみに裏裏には裏がある表ばかり見ていると羨ましいし裏しいなら見てみよう裏側を。 聞いいてください裏話努力はきっと裏切らない裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して藤原玉日曜の裏 RKB ラジオで毎週日曜朝10時から放送ポッドキャストでも同時配信しています。